はい、じゃあドラゴンクエストビルダーズの続きやっていきます。さあ今回は第2章リムルダール編をやっていきたいと思います。さあリムルダール地方、アルフガルトの南東に位置する島、かつては美しい水に囲まれた町があったと。うん、見た感じ結構ジメッとした感じだね。雨が降ってるのかな。梅雨時でだいぶ洗濯物が乾かそうだけど、あれは敵かな、それともキノコか何か。うん、じゃあやっていきたいと思います。でもその前に、今回はキャラクターを変えてみようかな。さあドラゴンクエストといったらやっぱり主人公男と女で切り替えられるっていう世代で、俺はドラゴンクエストやったことがあったので、じゃあ今回は女の子にしてみようかな。さて、じゃあデフォルトでいいかな。名前はそうだな、トラオはやめてトラコにしよう。トラコちゃん、安易な名前だけど、よし、いいよ。さあというわけでリムルダール編行ってみましょう。うん、なんか毒の沼が普通にあるな。お、リムルダールと病に侵された大地と。うわ、なんか芋虫っぽいやつがいる。いたな、そんなの。おお、なんか意外と南国風なんだね。さてメルキド地方から飛ばされてきた俺が女の子になっちゃった。お、目が覚めましたかトラコ。トラコってまあいいか。そこはリムルダール島、あなたが次に救うべき場所です。遥か昔この地には豊かな水に囲まれた美しい町がありましたが、今ではおぞましい毒に侵され、わずかに残された人々も病の恐怖に怯えています。さああなたにはこれを渡しておきましょう。てかルビス様はどこから話しかけて、おお、いやーとか言って、さすが女主人公だけあって、ああ、そして新たな希望の旗を立てるのですと。初めて出会う人間、初めて戦う魔物、そして今までとは異なるものの作り方、最初は戸惑うかもしれませんが、あなたなら必ず道を切り開けるでしょうと。じゃあレシピが変わってるっていう場合もあるのかな。さて、おっと、今回は最初から時間の流れがあるんだ。じゃあ強さを見る。うん、あれ攻撃力そこそこ高くない？スキルはそのまま引き継いでるんだね。そして大きい人と旅人の服を着ている。うん、最初ボロ布ではないんだ。結構なんか攻撃力そのものは高いってことは、ビルダーとしての能力はそこそこあるってことかな。さて装備品、装備品はまあこんなものか。コンボと大きい持ち物は希望の旗と桃垣の実。あ、これがあれか、ピリンのくれたアイテムか。うん、大切に取っておこう。取っておこうとは言っても、まあお腹が空いたら食べますけどね。さあ希望の旗、緑、平和への道しるべとなる旗。おう、さてじゃあまずはこの辺をどんどん取っていこう。まずは重要なアイテム、毒沼の土か。うん、ピリンちゃんの香りがする。さあ今さら懐かしいんでも仕方がない。いいぞ。おちょ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 、あっつい。そういえば毒の沼って入ってみるとどうなんでしょう。ぬるいのか冷たいのか。土はまあまあ持っていこうかな。ワープゾーン破壊だ。うん、でも回転切りが出せる、いいね。さてと、お、いいぞ。なんか女の子だからか声が可愛い。あっちょ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 、ほい。まあプレイヤーはおっさんですけどね。さあというわけで、熱い、ジャンプしていかないとダメージ痛い。何これ、キノコ、ちょっと違う、ニガキノコ、なんだそれ。綺麗な桃色をしているが苦味の強いキノコ、毒キノコってわけではないんだ。そっちの方が驚きだよ。だって毒の沼に生えてんだよ。毒じゃない方がおかしいぐらいだよ。まあいいですけど、熱い、入る前から熱い。これは、これってさ、白い花の時は傷薬になったけど、桃色の草はどうなの。ちょっと放っておこうかなと思ったら結構あるな。じゃあ取ってこう。ピンクの花びらを手に入れた。もしかしたらこれが何、毒しそうになるとかそういうこと。枝はちゃんと持っていこう。これがコンボとか収納箱になるから、なるべく集めていかないと。当たってない。そういえば雨っていう概念がメルキド高原にはなかったような気が。お、なんか気になるな。上から見ていこう。
最初から何か貴重なアイテムとか、あそこ右上の方、あれ魔法陣だな。ってことはこのリムルダール島をクリアするとあそこに行くってことなんだね。さてこっち特に何もないな。でも高いところには緑がある場合もあるんだね。いやいや、めっちゃくちゃ毒の沼が周りにあるんだけど、よくこんなところ、あ、一応陸続きになってるんだね。よかった。さて気になるここ、あ、綺麗な水がある。わーいわーいとか言って、さあ体を清めたところで次は、あっちょっちょ、しっかりとした草って何に使うんだろう。一回も使わなかった思い出が、毒の成分を含んだ細長い草。へえ。さてじゃあとりあえず希望の旗立てちゃおっかな。いやー、随分となんていうかひどい有様だな。お、何かあるぞ。何これ。木の作業台のレシピ。へえ、傷薬。レシピは変わってないっぽい。うん、じゃあ大丈夫かな。扉、木の柵。うん、生け花。なんだこれ。ピンクの花びらと太い枝を使って生け花ができる。スコアが高い。うん、たらい。太い枝と紐、木を組み合わせて作った水を入れる道具。うん、確かに必要だよね。なんかいつの間にか作れるレシピが増えてるんだけど、まあいいか。そしてだいたいこんなものか。じゃあとりあえず立ててみよっかな。ほや、あの青いブロックなんだ。さあ今日からここが私の町だ。暖かい光が溢れ出した。トラコよ、その地に生きる人々は身に迫る病に絶望し生きる希望を失っています。うん、魔物だけじゃなくて病すらも。この土地からどこかに行けばいいのに。あ、そうもいかないのかな。船とかを作る力がないんだからね。ベルキドにおけるあなたの働きで人々はわずかに物を作る力を取り戻していますが、世界的に取り戻せるんだ。はびこる病に抗う力はなく、ほとんどの人々が病と戦うことを諦めているのです。さあこの地にも光に導かれた人々が集まってくるでしょう。うん、毒に侵されたリムルダールの地を浄化するのです。また無茶言うな。さあ精霊様の無茶ぶり。お、な、何やつ。おお、シスターめいた服を着ている。お、なんということでしょう。こんなところにも患者様がいらしたなんて。いやいや、俺は患者じゃないよ。患者扱いするな。あなたはどこかお悪いのですか。お腹ですか、胸ですか、それとも頭が。頭は余計でよ。あと胸って言われるとなんかちょっと女の子的になんかちょっとムッとするんですけど、うーん、ちょっと足りないかな。まあしょうがない、主人公だからね。患者様ではないのですね。ではあなたは一体。俺はビルダーだ。あなたは自分の力で物を作る力を持つビルダーだというのですか。ビルダーという概念がわかるのがすごいね。もしあなたが本当にビルダーであるのなら、これこそ神のお導きに違いありません。私はエルと申します。私と共に病に侵されたこの地をお救いください。おー、なんかちょっとゆりゆりな展開になりそうな予感。エルが仲間になった。うん、さてと、この地は一体って、あ、別の地から来たんですか。わざわざこの場所に。へえ、物好きだね。てかよく旗見かけたね。ここは死の病が蔓延する島、あらゆる病気が集まる地と言われています。いや、ひどいな。私は何としてもこの地を救いたい。ここにいる病に侵された人々を助けたいのです。うん、頑張れ。ん、うん、この地を侵す病と戦ってくれますか。これははい、いいえでずっといいえって言い続けるパターン。お、なんだ、やる気なのか。ん、その前に足をどうかしたのかですって。足、え、足が悪いのかい。実はお恥ずかしながらここに来るときに転んで怪我をしてしまったのです。あー、そうは見えないけどちょっと気づかなかったな。傷薬があるといいのですか。病に苦しむ人々のことを思えばこのくらい、うみたいに。なんか普通に歩いてるからなんか全然気にしてなかったけど、じゃあ白い花探さなきゃいけないかな。これなんでしょう。これ壊せないし。お、初めて水湧く青石を手に入れた。水が湧くのか。豊富な水を蓄えた青いブロック、低地に置くと水が湧き出す。低地に置くと水さあ、もうちょっと高いところにもやりたいんだよな。結局この
水高いところに持っていけないから、こう空中でこうプールを作るとかそういうことができなかったんだよね。さて水位が決まってるゲームだからしょうがない。あまり細かいことができてもね、混乱しちゃうし、もしかしてそのプールが空中で決壊したらこの辺がドバーっとこう水だらけになっちゃうかも。お、最初からワラベッドが敷かれている。しかも2つ隣に、これはエルちゃんと一緒に寝られるっていうフラグ。よし、じゃあ今回は女の子だから気にしないでどんどん作っちゃおう。アイノスを作るぞ。言ってることがなんか大して男の子バージョンと変わんねえな俺。よし、あとはわらじゃないな、わらドア、わらの扉を作って、あ、なんかしっかりとした草がレシピになってる。へえ、ちゃんとレシピ変わってんじゃん。なるほど。でん、わらの寝屋が完成した。さあこれでとりあえず寝るところは確保できたかな。そして傷薬、あ、傷薬のレシピもう一回見てみようか。さてやはり白い花びらか。どこかに白い花びらがあるからそれを持ってこいってことだね。敵は持ってるかもしれない。さてまずは周りの様子を見てみよう。最初来たところがあそこで、まあとりあえず陸伝いに行ってみるか。あ、そっかそっか、いかんいかん、結構持ち物を持っていけないからな。まだ大倉庫ってないでしょ。ないよね。さて、いらないものは置いていきたいけど、まずは収納箱を作っておこう。 OK。 そしてよし、じゃあいらないアイテムはここに置いていこう。いらないアイテムっていうか、とりあえず何でもかんでもここに置いていって、拾えるものは拾っておこうよ。土は必要かな。桃柿の実はしまっておこう。よし、じゃあ冒険に出発だ。あ、と思ったらスライムがいるじゃん。じゃあスライムやっつけて、白い花びらもらおう。これも生きるためだ、ね、結構サバイバルだよね。モンスターやっつけないと生きていけないんだから。いや当たり前っちゃ当たり前だけど、この世界のモンスターは人間をいじめるだけらしいから。白いつぼみ、あ、じゃあ自分で植えて刈り取らないといけないのか。なかなか手間がかかるな。ティアティーターとか言って、かわいいな。おっと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 、おい、お、初めてネバつく液体を手に入れた。うえーって感じだけど、毒々しい色をした粘り気のある液体。わー、なんかあれだね、あのスライムってやつだね。スライムって言っても、あのなんかこう美容で伸ばして遊ぶおもちゃ。結構液体手に入る。さあ紫色にネバつく何かをゲットした俺はこれをどうするんでしょうね。こねたり匂いを嗅いだりするんでしょうか。お、いいぞ。とりあえずピンクの花びらを持って帰った方がいいのかな。結構置いてあるね。さあこの辺で上から見てみよう。あ、何か茶色いキャラクターか何かがいるっぽいけど、スライムベースかな。ただ白い花びらは見かけないな。お、何かある、行ってみよう。もうすぐ夕方になってしまうな。とりあえず敵はなるべくやっつけておこう。てかよく見たらこの魔物気持ち悪い。カタツムリなのかな。カタツムリというか、なんというか得体が知れないっていうか。さてやってきたここには、おっと、木の作業台、切り株が、切り株の作業台は大したことはないんだね。じゃあここに置いておこうかな。さてとりあえずじゃあ土を持って作り直そう。OK。 さて夜が来ちゃったけど、じゃあまずはメモ帳を読んでみる。かすれた文字で何かが書いてある。
このリムルダールの地はヘルコンドルによって支配されている。ヘルコンドル、聖なる雫で病を癒し、ヘルコンドルを倒せばリムルダールに光が差すだろう。しかしそれは所詮我らの力ではかなわぬことだ。うん、ここに書いてあることは別に、なんだっけ、あのガンダルさんだったかなんだかの話ではないんだね。さてどうしようかな。夜になったら一応ゴーストが出てくるかを確認して、出てくるようだったら一旦寝て朝にしちゃおうかな。お、なんかめっちゃ気になるこの高いところ、宝箱があるかもしれない。あとは洞窟とかかな。メルキド鉱山、鉱山高原の方では結構いろんな横穴があったからな。うん、しかし暗くなると探索がめちゃめちゃ難しいから、やっぱり寝た方がいいか。それまでやっつけよう。たーっこんじゃ。あの赤いのは、あー、あれキノコか。おっ、ドロキーちゃんもいるじゃん。キノコ、キノコ、キノコ焼けば食べられるなるかな。なんか結構ところどころに切り株があるな。うん、お、やっぱりゴースト出てくるか。じゃあゴーストやっつけて眠ろう。お、キメラの羽。あ、そっか、キメラが出てこないときついな。うーんとか言って。さあ今日も元気に探索しに行こう。こんなことしてる間になんか足の痛みとか治っちゃいそうな気がするけど。お、キメラがいるぞ。キメラの羽をゲットしてキメラの翼を作っておかないと探索に支障をきたすから、頑張ってやっつけよう。さてと、とりあえず登ってみるか。なんかよく見たら結構土持ってないぞ。意図的に集めないとダメかな。お、あ、あったあった。さてと、お、キメラの翼を手に入れた。うーん、壊してみようかな。上の方に何かあるかもしれない。頭がぶつかる。さてと、上まで登ってみたはいいけど、ツタがあるな。あ、ちょ、なんだってで、あー、ツタが取れた。どうやって登っていく。土を使うしかないか。掴めないだと。ふう、あ、これは薬草の元になるぞ。じゃあこの辺の土もらっていこう。貴重品だ。あれ、あ、ここツタがあったのか。おお、豆も、おお、いいじゃない。この緑色の場所に来れば結構いい感じなんだね。持ち物がすでにいっぱいになったのと。収納箱に入れて持ち歩ければいいんだけどな。さて、俺はちょっとキメラの翼を集めて一旦戻らないといけないかな。この辺何もないよね。結構傷薬作るの厳しくね。まだ白いつぼみ1個しかもらってないよ。薬草じゃダメなのかな。傷薬、うん、しょうがない。もう持ちきれない、持ちきれないから一旦帰るしかないか。
油を持って帰った方が良さそうだな。何を捨てていくか。木の作業台、あ、木の作業台で何か作ってしまおうかな。さて、まずは薬草、ちょうど作れるね。そしてキメラの翼はまだ作れないか。松明、焚き木、違うアイテムに変えちゃうと余計荷物が持てなくなってしまうということがあるから。大倉庫は、木材、毛皮に壺、毛皮か。壺は確か粘土が必要なんだよね。あ、土なんだ。あ、じゃあ壺は作れる。毛皮っていうと誰だ。毛の生えたやつなんか全然見かけないんだけど。あ、しまった。そっかそっか。よし、まずはこれは重要アイテムだから、捨てるとしたらこれかな。でん、よし。お、え、8つ、あれ、そんなに作ったっけ。あ、そっかそっか、キメラの翼はさっき宝箱の中から手に入れたんだっけ。あー、びっくりした。よし、じゃあ一旦戻ろう。いや、戻ろうっつったって戻るか。とりあえずスライムをやっつけて白い草をもらわないといけない。なんだこれ、なんだこれ、気になるな。さっきからなんかどんどん進めば進むほどアイテムが持っていけないことがすごく悲しい。どうする。苦キノコ、しょうがない。じゃあここに収納箱作ってしまっておくか。お、あ、何、おお、毒矢頭巾かリリーパスとか。いや、どっちもいるわ。ほんま、こんな、落ちろ、落ちない。ちょ、なんか魔物多くね。おお、怖い。ちょっと魔法と違ってなんか狙ってくるのがちょっと分かりづらいからきつくね。おお、勝ったけど。ヒュー、よし。なんか特別なアイテムがもらえるわけではないっぽいけど、しょうがない。さあ、じゃあここに、収納箱を作っておいて後で回収しに来よう。収納する、こういうプレイもできるのがこのゲームのいいところかな。さて、今回しまっておくのはこんな感じかな。白いつぼみとか苦キノコか、これは食料になるのかな。さてと、お、綿毛だと、やめて。とりあえず薬草の元になるこの薬の葉をどんどん取っていこう。あと豆な。ここには桃柿の実がなってないのか。じゃあピリンからもらったあれは結構貴重品だな。お、黄色いつぼみ、違うんだよな。いって、よし。結構嫌な感じ。矢だけに、弓矢だけに。うん、豆はどんどんもらっていこう。あれ、ちょっと待って、料理用焚き火って作れる。焚き火、どこだ、あった。焚き火は作れる。ってことは料理用焚き火も作れるからなんとかなるか。よし、ああ、いいじゃない。なんかすごくビルドしてるっぽい。ここでアイテム、食材持って帰って、拠点に持って帰って、まずはキープしていこう。まあ最初のうちはしょうがないよね。まずは食うものを食って力をつけてから探索しに行こう。綿毛、これ気になるな。お、あ、白い花びらだ。この辺にあるよ。あ、じゃあここに生えてるちょっと灰色めいたやつはそういうことなのか。あー、なるほど。あー、よかった、収納箱を作ってこういう探索もありか。さあ、なかなか頭を使うプレイ。お、なんだ、たくさんあるじゃん。おっとっとっと、さあ、かかってこい。
なんかスライムってさ、体当たりしかないから敵の攻撃を誘って避けるってことができないんだよ。意外とね、強い。よし、なんか、あ、さっき殴ったやつか。結構逃げるんじゃないよ。あと矢って撃ち落とせるのかな。ちょっと試してみたいな。なんか思った方向に来ないんだけど。あ、遅っ。壊せないかな。おっと、あうっとととととと、ちょまさかの十字砲か。うー、危ねえ。毒に侵された。困った。毒結晶プリーズ。じゃあ一旦持って帰るか。よし、持って帰ろう。おっと、これ絶対重要。よし、じゃあ翼で帰ろう。あだっ、ちょっと避けてから使えばよかったね。さあ、焦りは禁物。なんとか生きて帰ってこれたか。とりあえず、電作る。焚き火。 OK。 そして焚き火を作った後に料理用の焚き火も作る。料理用の焚き火は要するに明かりの代わりにもなるからいいよね。そしてレンガ料理台はレンガと錆びた金属。錆びた金属？レシピが若干違うんだ。へえ。なんかこうあれだね、 NPC がいたりレシピが毎回毎章ごとに違うとか、こうストーリーがあるだけの価値があるというか、毎回毎回違って楽しいのかも。さあ、というわけでとりあえず部屋作るか。簡易的なご飯どころ作りたいな。うん、この辺なんかじっくり整地しなきゃいけないんだね。とりあえずじゃあこの辺、ここか。こんな感じでいいかな。そして料理用の焚き火を置いて、結構体力やばいな。早く傷薬作らないとやばいかも。どうしよう。まあ悩んでる場合ではない。ゴーストが出てくると面倒くさいけど。おーっと、言わんこっちゃない。藁の扉、木の柵っていうのは扉として認識されるのかな。ちょっと気になるね。でも太い枝結構使うな。これはこっちでいいでしょう。まあここでいいや。入ったー。結構減る。拠点を狙うモンスターが現れただと？早すぎない？どれだ？これか？どこにいる？敵の居場所がわからないんだけど。この拠点を狙うモンスターの場所がわからないってのはちょっとな。あ、いたいたいた。 Q っていうあれが書いてくれればいいのに。勝った。やった。今度は青色のネバつく何かをもらえたらしい。枯れ草の種。枯れ草いらないな。忙しい。入れちゃいけない。まあいいや、とりあえず部屋にして。なってないじゃん。よし、部屋のレシピ。焚き火の台所には収納箱が必要と。収納、どこだ。建材？違う？あれ？嘘？どこにあったっけ？家具？あ、あったあった。
よし、住人が料理を箱に入れる。これでなんとかなるかな。そして、作る。じゃあ枝豆作っておこうかな。よし、にがきのこ焼き。おお、ちゃんとね、このゲームって、あ、やっぱりあれか、拠点の外にあるアイテムはカウントされないってことなのかな。拠点の外に置いてある収納箱に関係するのか、ちょっと確かめておこうかな。家具家具家具、これをあえて拠点の外に置いて、にがきのこを入れる。これで作れるなる？あ、ちゃんと、うん、収納箱に入ってる限りはどこに入れておいてもいいんだね。あー、じゃあ収納箱ってこう素材のアイテムだったら、ちょっと待って待って、いろいろ調べたいんだから。捨てる。さあ、この状態だとどうなる。一度拾ったことあるアイテムは1個だけ。あー、やっぱり収納箱に入れてるやつだけなんだ。でも逆に言えば、どこに置いても、どこの収納箱に入れておいてもいいってことだよね。なるほど、これは勉強になるな。あ、いいじゃない。さあ、にがきのこ焼き、早速食してみようかな。ちょっと待って、これやっつけるから。オッケー、お、卵ゲット。さあ、食べてみよう。うめえうめえって言いたいところだけど、やっぱり苦いんだろうな。お、なんかこの主人公、なんか後ろから見ると結構髪の毛束ねてるかなと思ったけど、そんなことなかったんだね。あ、なかなか可愛いじゃん、後ろ姿は。前はぺったん。さあ、ということで、あまり主人公いじっても仕方がないから、ここから頑張っていきましょう。あ、じゃあ傷薬だけ作って渡そう。あー、持ち物が。でも収納箱のいい活用法が分かったからいいね。大倉庫が手に入ったら、収納箱のアイテムを回収しちゃって気分良くすることもできると。出先でこう入れておいて、それを素材にすることもできると。これは結構便利というか、覚えておくべきところかな。さて、じゃあ傷薬を作って、おっとっと、なんということでしょう。私のために傷薬を作ってくださるとは。では早速、その傷薬を私にくださいますか。いえ、うん反応がないのがちょっと寂しいんだよな。まあ、ドラクエだからしょうがない。どうぞどうぞ。丹精込めて作りました。お、ありがとうございます。トラコ様、様付けされてちょっと嬉しい。あなたはなんとお優しい方なのでしょう。その素材から物を作り出す力、これがビルダーだ。なんということでしょう。どうかこの地を恐ろしい病苦からお救いください。そんなこと言われてもな、それシスターの役目なんじゃないの。シスターは何か、ほら、確かドラゴンクエストってさ、教会に行くと毒とか麻痺を治してくれるんじゃなかったっけ。できないの、神父じゃないからできないの。さあ、見習いなシスターさん。というか、よく考えたらあんたシスターなの。ただシスターっぽい格好してる人じゃないよね。もうご覧になりましたか、毒に侵されきったこの島の姿を。あー、だいぶ見てきた。大部分がなくなり、生き残った人々もほとんどが病に苦しんでいます。私は病に侵された人々のために患者様をお迎えする病室を作りたいのです。病室を作ることは私の長年の夢でした。どうか私の夢を叶えてください。病室を作ることが長年の夢って、まあ言われてみれば、物を作る力がないようなもんだからね。でもぶっちゃけ、患者様はそこら辺に寝かせば、そこが病室ような気がするんだけど、まあいっか。お、私の設計図をお渡しします。どうか設計図の通りに病室を作ってください。はい。さあ、というわけで、お、結構広いんじゃない。あ、この辺がちょうどいい感じね。じゃあここにこうベタッと貼っておいて、あ、ちょっと、まあいっか、これ一回作っちゃって、後でなんか終わったら解体して違うように作ろう。わざわざ扉が2箇所あるぞ。さてと、土にたらい、そして焚き火、生け花。なるほど、病室だから花の一つぐらい欲しいってことか。木のベッド、へえ、なるほど。あ、確かにこれは病室っぽい。うん、でももうちょっとなんかこう、まあいっか、しょうがない。まあこんな感じかな。じゃあ今回はこれまでにしておきましょう。次回までに素材を集めておいて、あの病室を作ってあげましょう。
ではまた次回よろしくお願いします。あ、いえ、まだです。竜王、なんか言われてみないとこの竜王っていうの影が薄いよね。はい。